カゴは、フランス西部と、スペイン北部の被差別民である。彼らの居住地は、ピレネー山脈のナバーラ州、バスク州、ベアルン、アラゴン州、ガスコーニュ、ブルターニュに及ぶ。地域により、様々な名称があり、ガスコーニュでは、カゴ、ジェジタン、ガエ、ガフェ、バスクでは、アゴテ、アゴタク、ガフォ、アンジューとラングドックでは、カポ、ブルターニュ半島では、カコン、ガエ、 家計、家間と呼ばれる。資料によると、彼らの存在は、期限千年にまで遡ることができる。カゴは、差別を受け、隔離されて生きていた。彼らは、カゴ照りと呼ばれる、偏僻な一角に住むことを求められた。カゴには、いかなる政治的、社会的権利も与えられなかった。彼らが、教会に入るときは、専用の扉を使わねばならず、礼拝の時は、 他の信者と一緒にならぬ用事切りで隔離されていた。彼らは秘跡に参加することが許されず、木製のサジの橋で生産を授けられ、専用の清水板を使わねばならなかった。彼らは特殊な衣服を着るよう強制され、地域によっては、この衣服にガチョウかアヒルの足が貼り付けられていることも、あった。彼らが触れると、ペストに感染すると考えられたため、 彼らが裸足で行動を歩くことや、彼らがカゴ以外の人間と同じコップで飲むことは、犯罪とされた。カゴは、大工や、肉屋や、縄職人になることしか許されなかった。カゴは、民族集団でも、宗教集団でもない。カゴは、地元民と同じ言語を話し、通常は、地元民と同じ宗教を信じていた。彼らの共通点は、 カゴとみなされる祖先を持つことだけだった。彼らが差別された理由については、クレチン病だったから、ハンセン病だったから、宗教的短者だったから、人肉食の習慣があったから、単に性質が邪悪だったから、などの諸説があるが、整合性のある理由はほとんど存在しない。カゴには固有の文化があったが、そのほとんどは文字に書き残されておらず、現代に受け継がれてもいない。 結果として、彼らについては、被差別に関わること以外ほとんど何も知られていない。彼らに対する過酷な迫害は、中世からルネサンス期、産業革命の時代にも続き、19世紀から20世紀に至って、ようやく偏見の解消を見た。カゴに関する署名称と、カゴ自身の起源については明らかになっていない。西郷土族の末えで、カゴの語源は、 数と、ゴ数であるとの説もあるが、この語形でのカゴットは1542年になってから、初めて文献に現れたものであるところに何がある。16世紀のフランスの歴史家、ピエール・ド・マルカは、ショショイストワールでベアーンの中で遺説を唱え、カゴという語は、ゴート族のカリュードたちの意であり、カゴの祖先は、サラセン人であると主張した。カゴが、8世紀に、 ムスリムが侵入した際、スペインとフランスに取り残された、ムーア人の兵士の子孫であるとの説は、多くのフランスの専門家たちに、支持されていると2008年の、インデペンデント紙に報じられたことがある。もう一つの説は、カゴは、異端者として、アルビジョア十字軍に迫害された、カタリ派の末裔であるというものである。1514年、レオ十世に、 カゴが陳情を行った時はこの説が取られたものの、実際には語り派が異端とされる前から、カゴの存在は確認されている。カゴに言及した資料の一つは1288年に遡り、この資料の中で、カゴはクレティエンズはあるいはクリスチャーノスと呼ばれている。ここから、カゴは初期のキリスト教への回収者であったとの説も唱えられている。もともとカゴが、 ヒキリスト教徒の地元民を別視していたところ、地元民の回収後は逆にカゴが差別される立場となったというわけである。彼らがクレティエンズあるいはクリスチャーノスと呼ばれたのは中世にハンセン病患者がパウパーズ・クリスティとして知られたことに由来するという説もある。すなわち西ゴート族であろうとなかろうとカゴは中世に ハンセン病あるいは類似の病気に侵された者の子孫であるクリスチャンズとクレチンズが混同されたのはこのためであるという説である。しかしながら当時の直例では明らかにハンセン病患者とカゴが別個の被差別民のカテゴリーに入れられている。カゴが多かったボルドーでは彼らはラドリーズと呼ばれた。この語は強盗、強奪者を意味するスペイン語のラドロンと近く 古くは、ケルト語のバガウダイとも同義であり、アゴテの語源になったとも考えられる。カゴの身体的特徴や民族性とされるものは、伝承によって著しく異なる。特に、ハンセン病起源説が支持されている地域では、カゴは金髪壁眼とされるが、サラセンジン起源説が好まれる地域では、カゴはかなり色黒とされる。ただし、 カゴには耳たぶがないとされたり、片耳がもう一方の耳より長いとされたりするのは、どの地域でも共通している。サンティアゴでコンポステーラの巡礼路。カゴへの偏見が色濃かった地域は、スペイン北部とフランス西部とフランス南部で、この巡礼路と、ほぼ一致している。グレアム・ロッブは、上記の説のほとんどありそうもないことと知りけ、次のように述べた。 古い説も現代の説も、ほぼ取るに足りない。魔の、カゴの謎は、固有の特徴が全くないという事実なのである。固有の方言があるわけでもなければ、固有の性があるわけでもない。8世紀に及ぶ迫害を経て、周囲の住民よりも器用かつ、臨機応変でアメリカへの移住を好むというぐらいの特徴しかない。彼らは迫害されていたがゆえに、 復讐を企むかもしれないという理由で恐れられているのだ。中世における大工のギルドが凋落して、カゴの祖先となった、との説も現代では唱えられている。この説では、フランスとスペインのカゴに共通する顕著な特徴、すなわち、職業の選択が制限されていたという事実をうまく説明できる。 赤い鳥の水かきの紋章を身につけることが過後に義務付けられたのは、それがギルドの本来の紋章だったからかもしれない。9世紀から10世紀にかけて、サンティアゴでコンポステーラの巡礼路では短期間の建築ブームが起きており、このブームがギルドに権力をもたらす一方、内紛も引き起こした可能性がある。この内紛で失職した大工の集団が離散し、 カゴの祖先となったのかもしれない。ベアルンのオロロム聖堂の聖水板カゴは教会に入る際、脇の扉を使うよう強制され、しかもその扉はかがまなければ入れないようしばしば低く作られており、彼らに身分の差を思い出させる仕掛けになっていた。宗教的というより文化的な理由で行われた、この習慣はカトリックの地域でもユグノーの地域でも変わらなかった。 教会には、カゴ専用の清水板が設けられ、通常の清水板に、カゴが触れることは厳しく禁じられた。この禁止事項は、厳格に守られており、18世紀には、ある浮遊なカゴが、正常な人々の清水板にあえて触れたため、片手を切り落とされ、教会の扉に、釘で打ち付けられる刑に処されたことがある。カゴが、教会に入るときは、 静かに身を滑らせ、最も悪い席に座るよう期待された。生産式に際しては、杖の端の実で生体を排除した。ブルターニュ人の多くは、聖金曜日になると、カゴが、へそから血を流すと信じていた。カゴの聖願が功を奏し、教皇令を受世は、カゴが、他の信者同様、親切にべきことを布告した。しかし、ほとんどの地方では、 この布告は無視された。往々にして、有名無実ではあったものの、カゴに味方がいるとすれば、政府、知識人、富裕層といった人々であった。カゴ確認地域の地図は奇妙な継ぎはぎ模様を示すが、このことは、そうしたパターンの表すものが、実は、地域政府の違いによる、カゴ差別放置地域とカゴ融和地域の別であることを示唆している。 1683年には博士たちがカゴを調査し、彼らが一般市民と何の違いもないことを確認している。特にカゴはハンセン病など、いかなる差別を引き起こす病気にも感染していないことが確かめられた。ポート・トゥルーズとボルドーの政府はカゴ差別の解消のために予算を組んだが、地元民たちの抵抗にあった。1709年。 大物政治家の不安でゴイエネーチェはヌエボバスタンに手工業者の街を築き多くのカゴをヌエボバスタンに移住させたが数年後にはカゴの多くが労働条件に不満を持ちナバーラ州に戻っているカゴ差別の解消に向けて実質的な取り組みがなされるまでにはフランス革命の到来を待たねばならなかった革命政府はカゴが 一般市民と何ら違わないことを明言し、カゴに対する法的差別は収束した。地元民の偏見はなお続いたものの、差別問題は解消に向かい始めた。フランス革命のさなか、カゴは自らの生まれを隠すため、役所を襲って自分たちの出生証明書を焼き捨てた。しかし地元民は誰がカゴかを記憶していたため、この行為は功を奏しなかった。 カゴに属する人々の性を因に乗せて覚えるための歌がいくつか知られている。今日ではカゴはもはや隔離されておらず、一般国民とほぼ同化している。ほとんどのカゴはカゴとして知られることを好まなかったため、カゴ文化のほとんどは現代に伝わっていない。20世紀初頭まではナバーラ州のボサーテ付近にアゴテの集落が存在した。この集落は、 バスク語でアリズ君あるいはスペイン語でアリス君と呼ばれ、カゴの集落としては最後のものであった。カゴを見分ける主な要因は狭い範囲への職業制限であった。このためカゴ差別はインドのカースト制度と比較されることがある。ありがとうございます。